なんでここも本当に最初作った時はとにかく物流センターを作ることでいっぱいいっぱいで、ね、人が雇用できるかどうか、例えばいろんな問題があったんですけども、蓋を開けてみたらもう地元の方々がいろんな形で協力いただいて、サッカークラブも作ってみたらやっぱりこういろんな人々が、まあ、集まってくれて、まあ、こうなってると。なんだろうな、まず一番最初になんかこう J リーグってお前成功してると思ってねえだろ、思ってんのみたいな、まあ、まあそんなちょっと攻撃的な挑発的な話から始まり、サッカーの話というかスポーツでってどうあるべきみたいな、スポーツでもっと言うとお金を儲けて再投資をしていくっていうようなサイクルの発想であったりとか、もう本当にスポーツビジネスがもっともっと盛んになる、このいわきね、子どもたちがこういうなんか自分の近くでなんか物がこう動いていくのを実感してみていただければ、人生ってこういうもんなんだなって分かってもらえるかなみたいな、むしろなんていうか大人が本気になったらいろいろやるぜっていうところをやっぱり子供に見せてあげたいなって気がしますけど。